はいどうもこんにちは、ウイポジュー。2024で実装予定の国内ダート3冠に向けて、日本の史実ダート競合馬を振り返っていきます。今回は黒船世代から主に2000年代前半にダート界で暴れ回った馬を挙げていきます。中央のダトロ戦整備が進み、レベルも上がってきた時代ですが、芝に比べると芝馬価値が低かったため、大物でも現役生活は割と長め、世代間の大物対決が頻繁に見られたダート路線の熱い時代とも言えそうですね。ということでスタートです。東進ブリザードは無敗で南関東4冠を達成した南関東出身の地方馬です。また交流 G1 である柏川記念でも中央馬相手に勝利したり、中央のフェブラリーステークスでもアグネスデジタルの2着に入るなど、その実力は競合の増えてきた中央馬と比べても何ら遜色のないものでした。特に中央交流のジャパンダートダービーが加わった南関東3冠は23年にニックファイヤーまで20年以上達成されておらず、それだけでもこの馬の凄さがわかります。ウイポにおいては3歳から4歳の活躍が考慮されており、成長は早め型で、もちろん3歳だと3冠はバッチリでしょう。大舞台の特性と高いサブパラも持っていますが、手術での故障が反映されたのか健康値のみかなり低め、競争生活のピックは手術通り3歳から4歳早めあたりなので、手術通り3歳だと3冠がメインになりそうですね。タイムパラドックスは8歳まで走り、引退レースの JBC クラシックも勝った万世のダット馬。デビューは3歳3月と遅めでありながら2着には7馬審査の圧勝。ポテンシャルから芝へも挑戦しましたが、そこでは惨敗。ダートに戻ってなかなか前線を続けましたが勝ちきれず、重賞初制覇は記録祭というかなりの万世型。本格化後は引退までに G1 級5勝の名馬となりましたが、特筆すべきはそのタフさ。2004年は年間12戦、2005年も11戦と、ほぼ毎月どこかで走り、それで結果を出すのだからすごいの一言。ウイポにおいては当然万世型で成長力は持続型。さすがに3歳だと3冠はちょっと難しいかも。サブパラは柔軟性以外オール B で、活躍期間を考えればオール S クラス狙いの可能な一頭。競合の多すぎる世代ですが、十分活躍してくれそうです。アドマイアドンは母にデガを持ち、ダービーはアドマイアベガの判定に当たる馬。メイヒンベガの息子というだけで当然注目されていましたが、2歳児は3連勝で朝日杯を制し期待に応えました。クラシック3冠も解禁して前線こそするものの勝てず、菊花賞からわずか2週間で挑戦した JBC クラシックで道が決まります。新馬以来のダート戦となった交流 G1 で7馬審査の圧勝。その後も不利のあったレース以外はほぼ連帯、最終的には G1 級6勝を挙げています。ウイポにおいては早め型かつ芝ダート療養で能力も高く、ダート3冠はもちろんどこでも通用しそうです。ちなみに芝馬としてはステイヤーズステークス3連覇のアルバートを輩出しています。ゴールドアリュールは現在のダート界を大きく変えた一頭。デビューからしばらくは芝のレースで前線を続けていましたが、ダート代わりで一転、ダートでは無敗で JDD を制覇。暮れの東京大賞典や年明けのフェブラリーステークスも勝ちますが、その後は全米賞を発勝し、ダート馬としては早い引退。しかし振り返るとここがダート界のターニングポイント。初年度3区ではエスポアールシティやスマートファルコンと現在のダート路線にも3区を送り出す名馬を輩出。その後もコパノリッキーやゴールドドリーム、クリソベリルなど超大物を多数輩出する大志望馬となりました。ウイポにおいては高いスピードはありますが、サブパラはやや控えめ、距離適性も狭いですが、 2000m のみのダート3冠路線は大丈夫。引退は早いですが、芝馬成績も考えるとぜひ所有しておきたい一頭です。引退示唆を見逃すと強力な初年度3区がロストするので注意。ブルーコンコルドは息長く9歳まで走ったダートのタフネス。本格化は4歳末とかなり遅く、さらに本格化当初はダート短距離で活躍していました。6歳で南部杯を制してからは主にマイルを中心に走り、 2000m の東京大賞典でも勝つなど幅広いレースで活躍しました。特に南部杯では3連覇を達成するなど、マイル前後の距離に関しては競合の多い時代においてもトップクラスの馬です。3連覇を達成した南部杯で G1 級7勝を達成。これはシンボリルドルフなどに並ぶ当時の最多記録でした。ウイポにおいては
短距離から中距離までの広い距離適性が特徴。やはり晩成型なので3歳だとにはちょっと不向き。晩成持続型なのでかなり稼いでくれるのは間違いないですが、特に晩年は強烈なライバルが出てくるので使い分けも視野に入ります。ダート競合は主に中距離が最適な馬が多いので、短距離適性を生かして短距離路線で活躍させるのもありですね。ユートピアはドバイのゴドルフィンマイルを制覇し、日本調教馬として初めて海外のダート重賞を勝利しました。2歳では全日本2歳優駿、3歳では盛岡のダービーグランプリと世代の G1 級競争は勝利しましたが、小馬との対決では苦戦。 2000m ぐらいの中距離は結果が出せませんでしたが、マイルにおいては2004、2005年の南部杯を連覇で実力を証明。6歳児のフェブラリーステークスを兼ね引きりの3着と、相変わらずマイルの強さを見せた後、ドバイへ海外遠征、ゴドルフィンマイルに挑戦、見事勝利し海外重賞初制覇。その後はゴドルフィンへ移籍しアメリカで走った後、シボバイリしています。ウイコにおいては早め持続型なので世代戦の3歳ダート3冠はバッチリですね。史実実績の割には能力がかなり高いのですが、正直周りの競合馬が強すぎるのでそれでも霞んでしまうレベル。アジュディミツオは中央でダート競合馬が続出してきた時代に地方馬の大将として君臨した名馬。3歳の暮れ、地方総大将として中央馬を迎えた東京大賞典、タイムパラドックスやユートピア、同期のパーソナルラッシュなど競合相手に G1 初制覇をした後、ドバイワールドカップへ招待。地方所属馬として初めて海外遠征に挑戦しました。その後もダットのトップクラスで活躍し、特に2005年から2006年にかけては G1 を4勝、柏記念、帝王賞、東京大賞典の南関東小馬 G1 完全制覇を達成しています。ウイポにおいてはスピードとサブパラは実績に比べるとやや控えめに見えますが、特製の大舞台はしっかりもらっており、 G1 での活躍は間違いありません。特筆すべきは覚醒型の成長型であり、これにより育成し放題。ウイポ内では強制引退の9歳まで稼ぎまくってくれます。育成の仕方によっては中央の競合相手に引けを取らない活躍も可能です。金引きりはダートのトップクラスから故障で長期離脱しながらも1年以上の長期休養後、再度トップに返り咲いた不屈の名馬。デビューから3戦目の初ダートで圧勝。ダートに照準を定めてからは JDD ダービーグランプリと世代戦を完勝。さらにその年のジャパンカップダート、年明けのフェブラリーステークスも勝ち世代交代を見せつけました。しかし4歳の2006年帝王賞後クッケーエンを発症。そこから長期休養に入り、戻ってきたのは1年半もの2008年末。復帰初戦こそ敗戦となりましたが、2戦目の JC ダットを制覇。その後も G1 を連勝しトップクラスへの復活を果たしました。ちなみにルメール騎士に騎乗したことのある日本最強馬を聞くと、かなり上位に金引きりがいるらしいです。ウイポにおいても当然能力はダート馬でも最上位、ただし健康のみ最低クラスなので気をつけましょう。遅め成長型ですが圧倒的な能力があるので、3歳ダート3冠の制覇も難しくないと思われます。バーミリアンはダートの G1 級を9勝し、当時の日本最多勝利記録を持っていた名馬です。2歳から3歳秋までは芝で走っていましたが、全然ダメというわけでもなく、2歳のラジオ短波杯では中賞も勝っています。ダートに路線転向してからは徐々に力をつけ、5歳の川崎記念で G1 初制覇。強豪相手に海外を除くと G1 級6連勝も達成しています。金引きりと同様に長く活躍したこともあり、前後の超強豪世代の中において一時代を築いたことは間違いありません。創生したエルコンドルパサーの後継種母馬としては目立つ3区は残せませんでしたが、重賞馬竜の雪菜などがいます。ウイポにおいては金引きりとほぼ同等の能力を持ち、大舞台と海外遠征も所持しています。成長型も遅め型で金引きりと被るので、同時所有する場合はどちらかを米国に出すのが良さそうです。もちろん世代能力はトップクラス、金引きりと勝ち合わなければ3歳だと3冠は硬そうです。以上、2000年代前半から中期の史実ダート競合馬の紹介でした。挙げてない馬でもサンライズバッカスやフィールドルージュなど、あの馬たちがいなければのような馬はいっぱいいます。
それだけダートの競合が増えてきてダート界が盛り上がってきた時代ということかもしれません。次回は2000年後半からゴールドアリュール3個が大爆発する時代です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。